では新型コロナウイルスについて一緒に考えていきましょう。ワクチンの接種が進んでいるイギリスなどではすでに多くの人がマスクを外しての生活も始めていますが、日本ではまだこのマスク生活は続きそうですよね。そうですね。特にこれからの時期というのは、そのマスクにより熱中症のリスクが高まりますので注意が必要です。去年6月は熱中症で搬送された方が120人以上いたということで、本当に気をつけなければいけませんね。そうですね。そこで今日はマスクとの上手な付き合い方について一緒に考えていきたいと思います。そもそもなぜマスク熱中症に注意が必要なのか改めて見ていきましょう。マスクをつけていると暖かい空気を吸い込むことになりますので、体内に熱がこもりやすく、体温が上昇しやすくなってしまいます。そしてもう一つ、マスクをつけていると取ったりつけたりするのが面倒くさくて、なかなか水分を取る機会が減ってしまうということなんですね。そこで対策がこちらです。出かけるときにはなるべく風通しの良い涼しい服装を選ぶ。また冷却グッズなどを持って行って体を冷やすということも大切だそうです。そして室内にいる場合にも、会社などでマスクつける方もいらっしゃるかと思いますが、冷房を適切に利用して自分の生活する環境を涼しく保っておくということも大切です。もう一つ、普段よりも意識してこまめな水分補給を、喉が渇いていなくてもするようにしてください。特に大量に汗をかいた場合には、水分だけではなくてスポーツドリンクなどで塩分も一緒に補給するようにしてください。この塩分というのは塩味の飴やせんべいなどもおすすめだということです。こまめといってもついつい忘れてしまいがちですから、この日の何時に水分を補給するというように、生活リズムの中に水分補給を組み込むというのも一つ手かもしれませんね。そうですね。また感染症に詳しい石橋医師にも話を聞きました。マスクはですね、基本的に感染防御には役に立つんですけども、一人でいる時とかですね、外で人と距離を取れる時っていうのは、タイミングよくマスクを外しながら、やはり熱中症を予防していただくっていうのが一番いいかなと思います。具体的にはまず外にいることと、あと人とやっぱり距離が、最低でも2メートルぐらいは取れる場所ですね、そういうところであればマスクを取っても差し支えないと思います。あとは一人で庭仕事したりとかですね、一人で公園を散歩してるとかですね、そういった状況ではマスクをしなくても特に問題はないですね。ただ人目が気になってマスクを取れない、そんな経験ありませんか？特に戸外で人の目が気になるときは、布マスクでマスクをしといてですね、あとは室内に入るときに不織布に変えていただくっていう方法もありかと思いますね。うまく使い分けをしていくことで熱中症予防になる可能性はあると思います。もちろん不織布マスクの方が感染症対策としての効果は高いんですが、やはりこれからは熱中症にも気をつけなければいけないということで、涼しいマスクとうまく使い分けるというのも大事ですね。そうですね。明日以降もまた暑い日続きそうですので、外で人と距離が取れるときにはマスクを外して熱中症を予防するということも意識してほしいと思います。あと、マスク取ってる人を責める空気もなくしたいですね。そうですね。そして番組では皆さんからの疑問や質問をお待ちしています。ご協力よろしくお願いいたします。